人生の総資産を増やすグレートインベスターへの道。こんにちは、みつろです。今回はですね、8つのパラメータの中のメンタルへの投資という話をしていきたいと思います。メンタルの話はですね、いろいろしてるんですけども、今回したい話はネガティブ思考とポジティブ思考、どっちがいいのかというお話ですね。これまた質問いただいたんですけども、ポジティブ思考がいいという話もあれば、いやいやポジティブなことばっかり考えてても人生変わらないよねという意見もありますよねと。実際どっちなんですかっていう質問なんですけど、これはね、別にどっちがいいか悪いかというふうには判断できないとは思うんですけども、その人生が変わる瞬間ですよね。人が本当の意味で、いやもう本当にここから変わっていこうっていうふうにですね、心底思う時っていうのは、これ結論から言いますけども、実はネガティブ、いやもうちょっと別の言い方をすると痛みから始まると言っていいんじゃないかなと思います。例えば世の中で言われている自己啓発とか、あとは投資をする理由ですよね。例えばセミリタイアしたいとか、毎月100万円口座に振り込まれて、いつでも好きな時にお金使える、いつでも旅行行けるとか、そうやってポジティブな未来をイメージしてそれを実現したいと思うことによって人は行動するっていうふうに思いがちなんですけど、確かにそれは一理あるんですね。そういうものに憧れて投資を始めてみた、勉強し始めてみた、何か副業を始めてみたっていう方も大勢いらっしゃると思います。しかしですね、その裏側には何があるかっていうことをちゃんと見る必要があるんじゃないかなと思います。今ってやっぱりインターネットがあるので、いろんなね、人の成功体験とか、自由に生活してますみたいなね、そういう Twitter とかね、YouTube とか、いろんな SNS の Facebook の情報とかいろいろあるじゃないですか。あれは正直言ってね、もう表面的なごく一部の話なんですね。いや確かに Facebook できらびやかなね、投稿されてる方はいらっしゃるんですけども、じゃあそれがその人の人生の全てかといったら、実はきらびやかに見える反対側で、実はすごい虚しさを感じてる人もいるでしょうし、いやもうね、自由にもう生活できて、もういつでも旅行できて楽しいんですよっていう人も、その自由に対して実は不自由を感じている人もいるかもしれないんですよね。だからポジティブだけで人生が成り立っているわけではない。もちろんポジティブな要素も必要だと思います。でもじゃあ人が変わる瞬間ですよね。本当によし、ここから自分をやっていくんだっていうふうに腹を決める瞬間ってどういう時かって言ったら、それは心底痛みを感じた時だと思うんですね。もうね、もうこんな自分は嫌だと、もうこんな人生はもう送りたくない、絶対自分は変わるんだっていう、そこに対しての、ある意味なネガティブ思考ですよね。痛みっていうものを感じた時、もう嫌だっていうのを心の底から叫べた時に、人はある意味吹っ切れるんじゃないかなと。僕自身も人生の中でそういうタイミングは何回かありました。でもそうなる前っていうのは、どっかでね、それをごまかしてた自分がいたんですよね。いや嫌だなと思いながらも、いやこれ違うなと思いながらも、そのモヤモヤを見て見ぬふりをしていた。どうやって見て見ぬふりをしていたか、ポジティブなことを考え、こういう風になったら毎日楽しいだろうな、ストレスないだろうな、楽だろうなみたいなことを考えて、そっちに逃げていた時期もあったんですよね。いやトレードで好きな時にね、どこでもね、お金も稼げて、どうでも行けたら、いつでも旅行行けるし、なんかスーパー銭湯行けるし、楽しいじゃんみたいな、そういう生活ができたら、なんとかなんじゃないのみたいな風に思ってましたけども、でも自分の中にあるその違和感みたいなね、もうやっぱ消えなかったんですよね。それに蓋をしていた時は一瞬楽しいんですよ。旅行行ったら一瞬楽しいんですけど、でも例えば旅行行って海外行きました。その帰りの飛行機の中で急に虚しさを感じたりとかね、その飛行機の窓の外から見える空港の夜のね、明かりがやけに寂しく見えたりとか、ノスタルジーを感じたりとか、そういうのはね、あったんですよね。それは何かしら自分に対して嘘をついていたから、嘘をついたっていうかね、ごまかしていたところがあったからなんだなっていうのは、それは今思い返せば分かることなんですけども、だからもちろんポジティブ思考っていうのもね、大事なんですけども、本当に目を向けるべきはどこかって言ったら、今自分がもうこれは変えたい、もうこんなんはもう本当に嫌だと、もうこれはもう俺はうんざりしてるんだっていう、そこにあえて目を向け切り込むですね、勇気も必要なんじゃないかなと思います。その本音がやっぱね、見えなくなりやすい世の中だと思います。今はスマホでいつでもね、ネットも見れるし、いつでもね、ドラマも見れるし、ゲームもできちゃうし、現実逃避しやすい今環境ではあると思うんですね。トレードだってスマホでいつでもできちゃうじゃないですか。そんな風に一瞬そういうね、ネット空間に逃げることはできるんですけども、でももし本当の意味で自分の人生が変わっていくような、自分の人生の総資産が増えていくような投資をやっていきたいという場合は、自分が何が心底嫌なのかっていうことを改めて、その本音ですね、自分の本音を叫ぶ勇気っていうのを出していくことがとても大事だと思いますし、それを出せた時に実はあえてその痛みをねと向き合い出せた時に実はすごいね楽になったりするんですよね。なので僕はまあ日頃から動画でそういう話をしてますけども、ぜひぜひですねそこにちょっとした勇気を持って目を向けてみて、本当に自分はどうしたいのかっていうことですね、本当に自分はどういう風になっていきたいのかっていうことを問い直し、そのネガティブから、その痛みから出発して、本当の意味で人生が変わっていくようなですね投資というものを一緒にやっていけたらと思います。